はい、今日は地元荒川区の下町のコケ散歩にちょっと歩いて行ってみたいと思います。さあ行ってみましょう。ここら辺ね、はい、生まれ育ったね下町の地元なんですけど、よく一人で雨降った人がね歩いてコケ散歩するのね。僕が行くところは、はい、普通の綺麗な絶景じゃなくて、はい、こちらです。え、見てください。どれですか。ちょっとここにいるでしょ、苔が。え、わかる？ね、この荒川区っていうこの界隈の中にこの苔が、え、ここにこの苔がいるっていう理由は、はい、この雨どいあるでしょ。はい、この雨どいのなんかこの水が垂れてきてこっちに来るってこと。はい、なぜこっちに来てるかっていうのは地形的にこっちが傾斜してるっていう、そういう立地条件も、はい、あのね、こういう苔がこう生態していく形を見て分かるっていう。へえ、昨日雨降ってるから、これ見て、これ、これ多分ね、これね、細織り苔と針金苔の仲間なのかなと思うんだけど、ちょっとこれちょっと近くで見てほしいんだけど、はい、触って、ちょっと触ってね、これ。あ、ふくかふかしてる。めちゃすごい。そういうことなの。乾いてるでしょ。ここはね、銀苔って言うんだけどね。はい。この白いの、これ種類がもう違うんですね。あ、そうなんですね。そう、この銀苔っていうのは葉っぱの先っぽに葉緑体っていうのがないから、はい、ちょっと白っぽく見えるんですけど、はい、これだけでもここの一角だけでも2種類の苔が楽しめるっていう。え、これどうやって見つけるんですか、こういうのは。これもこれはもう、はい、下向いて歩いてるだけ。あ、だいたい下向いて、はい、苔好きはね、だいたい下向いて歩いてるから。へえ、うん、お休みの日は、はい、こうやって引き持って、はい、これ水かけて、はい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 、歩いてる。へそれが面白い。だから無理に採取するとかする必要はない。こういうところの苔を見て楽しむことも苔を楽しむ一つだと思うんですよね。はあはあ、絶景の屋久島とか、はい、奥入瀬渓谷とかそういうところに行かなくても十分苔は楽しめる。ちょっと次行きましょう、ね、ちょっと一個だけいいですか、質問しても。え、何なんか確かに普通の光景じゃないですか。そう、どんなところが美しいんですか。それをやってきてください。じゃあ普通の何、お花が綺麗とかさ、はい、例えばその庭園が綺麗とかって、まあ、あると思うんですね、はい、じゃなくてこういう普通の一角でもコンクリートっていう土がないところでも、はい、踏ん張って生きてるっていうのがかっこいいのよ。美しい以上に生き様がかっこいいの。それをね、この僕のこの YouTube としては伝えていきたい、はい、そのお店とかでなんか綺麗に売ってるインテリアとは全然違う。もっとすごいたくましさを持ってる。へー、それを見たら分かるでしょ。この雨どいのところにこいつはこの場所を見つけるわけ。水を確保するための、はいはいはい、でこういうところだと踏まれちゃうでしょ、はいはいはい、だけどこういうところをわざわざ選んで、はい、こいつらは生息している。ここなんかもう水飲み放題だからね。こいつ的にはでこう伸びてってるって。確かに青々してますけどね。そうなんですよ、珍しくはないんですよ、はいはいはい、苔としても。ただここにいるっていう佇まいが素晴らしいじゃない。へえ、僕が好きなのは、はい、結局よくその場所を見つけたな。あ、見つけた自分が好きだってことですか。こいつが見つけたなっていう。なるほど。じゃあ俺が見つけたんじゃないですよ。はあはあ、いやこいつがよくお前そこ見つけたなって、うんうんうん、だって水いつも困らないでしょ、はいはい、っていうことを考えたら生きるためにはいい場所を苔は見つけた。じゃあこの苔に大切なのはこの雨どいってことですか。そういうこと。そこなの。雨どい好きだから、だから今後苔散歩するときは、はい、雨どいの下とかよく見てください。 あと
あとクーラーの室外機のあのホース、ああいうところに結構よくいる。ここだけじゃないですよ。ほらこういうところ見て、うん、こういうところにもちゃんと苔がいるんですよ。ほらほら この流れとかがいいでしょ。これもね、みんな同じな仲間で、ここ坂道になって。